佐賀江ダム。佐賀江ダムは山形県西村山郡西川町、一級河川、埼上川水系佐賀江川に建設されたダムである。国土交通省東北地方整備局が管理する国土交通省直轄ダムで高さ112メートルのロックフィルダム。佐賀江川及び西条川の治水、山形市など山形県村山地方への利水と出力75,000キロワットの水力発電を目的とした特定多目的ダムで山形県最大のダムである。白川ダムとともに総合的な管理が行われている。ダムによって形成された人造湖は月山より名を取って月山湖と命名され、西川町の推薦により財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選に選ばれている。佐賀江川は埼上川水系で最も早く河川開発が行われた河川である。鎌倉時代、建久年間に農業用固定堰である2の堰が建設され、水力発電においても1898年、明治31年に埼上川水系初の白岩、電所が建設されている。戦後、埼上川水系は1949年、昭和24年に経済安定本部が策定した河川改定改修計画の対象河川となり、第一次西条川改定改修計画を実施、おいたまの川等に多目的ダムが建設された。さらに1954年、昭和29年には、国土総合開発法に基づく、西条特定地域総合開発計画が実施され、鮭川などが河川開発の対象となった。1963年、昭和38年になると改修計画が再度改定され、ダムによる洪水調節が建設省、現国土交通省によって計画されたが1967年、昭和42年の羽越豪雨、1969年、昭和44年の集中豪雨で流域は甚大な被害を受け、治水事業の根本的な修正を迫られた。建設省は、おいたま白川と佐賀江川に特定多目的ダムを計画して、埼上川水系の治水整備を向上させようとした。また、山形市をはじめ県中央部は、人口の増加によって、上水道需要が増大、農地拡大や農業技術の進歩による収穫量増大に伴い新たな農業用水整備が流域から求められ、さらに、オイルショック後の水力発電見直し機運に伴い、新規の電源開発計画が東北電力によって計画され、こうした利水事業の需要も相まって中流域の主要支川である佐賀江川に大規模な多目的ダムを建設する計画が1972年、昭和47年により計画され、1974年、昭和49年に埼上川水系工事実施基本計画の改定で本格的な事業として実施された。これが佐賀江ダムである。ダムは当初1982年、昭和57年の完成を目標に事業計画がなされていたが、建設に伴い93戸が水没し関連移転を含めると112戸がダム建設のために移転することから、計画発表当初より建設に反対す。運動が激しく、年余にわたって、保証交渉が続けられた。1977年、昭和52年3月23日には、水源地域対策特別措置法の対象ダムに指定され、住民に対し保証金額のかさ上げや、移転利子の補給、転職斡旋といった、住民支援の他水没地域である西川町への、地域支援を実施した。西川町もダム建設を積極的に誘致し、観光地である月山への道路整備を通じた地域振興を図った。多くのダム建設予定地では、ダムによって栄えた村はないとして、反対の姿勢を崩さなかったが、西川町に関しては、ダムができて潰れる。町村は、できなくてもいずれ潰れるという発想でむしろダムを起爆剤として、町おこしを図る政策に転じた。折から1983年、昭和58年の NHK 連続テレビ小説、おしんの舞台になったこともあり、その傾向は強まった。当時財政難でもあったことから、ダムにより見込まれる固定資産税や電源散歩をよる補助金収入を見越した誘致という面もあった。最終的に補償交渉も妥結し、ダムは1990年、平成2年に本体が竣工し、同年11月2日に完成、運用が開始された。計画発表から完成まで19年、移転を余儀なくされた住民は、近隣各地へ転居していった。ダムは、堤高 112.0 メートルの中央土質遮水壁型ロックフィルダム、総貯水容量は1億900万トンであり、山形県内では最大級のダムである。現在は国土交通省東北地方整備局、最上川ダム統合管理事務所によって、白川ダム、お玉白川、長井ダム、お玉野川、2011年完成とともに、効率的な運用が行われている。目的は、佐賀江川の計画降水流量毎秒2000トンを、毎秒300トンに低減、毎秒1300トンの降水量をカットさせる、降水調節、流域の既得農地9047ヘクタールへの、環境水利圏分の農業補給と、佐賀江川河川環境維持を目的とした、不特定利水、新城地域、戸沢地域、村山地域5158ヘクタールの農地に対する新規管外、山形市、上山市、天童市、佐賀市、東根市、村山市、東村山郡、山部町、中山、西村山郡、西川町、河北町、大江町、旭町6市2郡6町への日量23万9000トンの上水道供給及び東北電力による地下式の本動寺発電所、認可出力7万5000キロワットと直下流にある水がトロダムを利用した逆調整時、放流された水量を平均化し、下流の増水を防止する式の水がトロ発電所、認可出力5000キロワットによる水力発電である。この両発電所は最上川水系で最大の水力発電所である。なお、不特定利水については、フラッシュ放流が毎年6月から11月の間、週1回実施されている。これは安定化しすぎる流量維持によって、藻類の異常繁殖や瀬、淵の平坦化を防止するために、人工的な小規洪水を起こすもので、10時から15時の間毎秒10トンから30トンの少量を放流する。こうしたフラッシュ放流によって浮遊して淀んでいる藻類や雑草を除去し、生や淵を維持することで佐賀江川を定期的に清掃し、河川生態系の保全を図っている。フラッシュ放流は全国20ダムで現在実施されている。詳細はフラッシュ放流の項を参照。ダムによって出現した人造湖は霊峰月山にちなみ月山湖と命名された。この付近には月山の名を冠した施設が多く、国道112号は通称月山下流ラインと呼ばれ月山を貫くトンネルは月山第1トンネル、月山第2トンネルと命名。山形自動車道の終点が月山インターチェンジでその手前には月山湖、パーキングエリア、そして山を挟んで反対側を流れる赤川水系盆地川に建設された国土交通省直轄ダムは月山ダムであり、人造湖名は旭月山湖と命名されている。月山湖は2005年、平成17年財団法人ダム水源地、環境整備センターの選定するダム湖100選に西川の推薦で選ばれている。その西川町は水の里100選にも選ばれている。この月山湖には日本最大にして世界第4位の噴射能力を誇る月山湖大噴水がある。1989年、平成元年より2年の月日をかけて建設された、この大噴水は、佐賀江ダムのシンボルとして建設された。高さ112メートルの噴射能力を有しているが、試験噴射時には、最高149メートルまで噴射されており、世界第2位の記録を持つ。4月から11月までの毎日、10時から17時までの間1時間に1回噴射される。この噴水は季節によって、噴水の形を変え、それぞれ春の舞、夏の舞、秋の舞とネーミングされており、夜間にはライトアップも行われ幻想的な情景を醸し出す。月山湖はアユニジマス、イワナ、ヤマメ、ハヤなどが釣れる魚の宝庫であり、多くの釣り客で賑わう。ただし漁業権は、西条、第二漁業協同組合が管轄しており、事前に問い合わせをした方が無難である。ダム湖へのボートなどの持ち込み利用は、西条川ダム統合管理事務所の事前申し込みが必要であり、噴水付近からダムサイトまでは進入禁止区間である。月山後は山形市をはじめ、流域12市町村、約55万人の水源でもあるため禁止事項に反する行為を行うと、河川法違反で処罰されるのでルールを守った利用が寛容である。ダムへは山形自動車道、月山インターチェンジより、国道112号を佐賀へ西川方面に戻ると10分程度で到着する。付近は磐梯旭国立公園の区域内であり、月山は夏スキーのメッカであるターキの紅も美しく、月山湖上流の弓張平公園等のレクリエーション施設もある。さらにこの国道112号は山形市、米沢市と酒田市、鶴岡市を結ぶ重要なルートであり、こうした道路整備の結果佐賀ダム、月山湖、月山とその周辺は山形県内の一大観光地として成長、おしんの海外放映もあって外国人観光客も多く訪れる。ダム建設前、ダムを起爆剤として町おこしを図った西川町の目論見は当たったと言える。ちなみに、この佐賀ダムには112という数字にまつわるエピソードが多い。これだけ同一数字が符合しているのも珍しい。佐賀ダムのすぐそばには総面積 7.9 ヘクタールからなる佐賀ダムスポーツ広場が整備されている。ターゲットバードゴルフやパターゴルフ、クロッケーゴルフやグラウンドゴルフが楽しめるほか、テニスコートやバーベキュー炉、自由広場もある。利用期間は6月1日から10月31日の間となっており、利用時間は午前9時午後4時30分。月曜日が定休日となっている。祝、祭日にあたる場合は翌日。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。